毎日寒い日が続きます。体調管理には十分気をつけましょう。マイシティ土浦は土浦市からのお知らせやイベントなど身近な話題をお届けする情報番組です。それでは初めにフラッシュニュースのコーナーです。今週は2月16日まで開催されている第8回水郷桜イルミネーションの模様をお送りします。3、2、1、点灯。土浦市の冬の風物詩の一つとなっている光が作るアート水郷桜イルミネーションが霞ヶ浦総合公園オランダ型風車前広場で開催中です。広げよう人の輪、育てよう光の輪、深めよう光の絆をテーマに鮮やかに彩られた会場は多くの市民の憩いの場として親しまれています。見どころである高さ25メートルのオランダ型風車のイルミネーションを中心に土浦市の地域資源である桜や土浦の花火、霞ヶ浦、帆引き船、蓮田など土浦の四季折々に見られる魅力的な風景をモチーフにした幻想的なイルミネーションが光り輝いています。初めて来たんですけど、すごい綺麗でびっくりしました。はい、お母様、お子さんの様子はどうですか？すごい、なんか喜んではしゃいでて、もうなんかびっくりしました。珍しい、なんか茨城にあんまなかったんで、結構綺麗だなと思って。今回はバラのアーチを新たに設け、一層華やかなイルミネーションとなり、フォトスポットとしても人気を集めています。水郷桜イルミネーションは2月16日日曜日まで霞ヶ浦総合公園で開催しています。幻想的な光のアートを皆さんもぜひご覧になってはいかがでしょうか。続いては土フォトのコーナーです。すっかりおなじみとなった土浦市のイメージキャラクター土丸。この土丸を土浦市内はもちろん全国各地に連れ出して写真を撮って送ってください。土丸オフィシャルフェイスブックに掲載したり番組でも紹介したりします。今回の写真はこちら、ドリアさんからの土フォトです。今回は笠間市で行われた笠間しんくり祭りで撮影したそうです。笠間市のしんくり祭りへ行ってきました。茨城県は栗の生産量が第1位。美味しそうな栗のスイーツもたくさんあって目移りしてしまいました、というコメントをいただきました。ドリアさん、投稿ありがとうございます。応募方法など詳しくは番組の後半にお知らせします。続いてはお知らせマイシティのコーナーです。今週はみんなで共同のまちづくりシンポジウム、神立駅西口自転車駐車場がリニューアルオープンします。子ども郷土研究発表会、作品展示、在宅療養を考える市民講演会のお知らせです。
はじめにみんなで共同のまちづくりシンポジウムのお知らせです。1月25日土曜日午後1時30分から4時まで県南障害学習センターで開催します。講師はソーシャルナビゲーターネットワークの池田さん。講演のテーマは市民が作るコミュニティ、協働力を培うために。講演会のほかパネルトークなども予定しています。ぜひご参加ください。詳しくは市民活動課までお問い合わせください。建て替え工事中の神立駅西口自転車駐車場が2月1日土曜日よりリニューアルオープンします。現在利用可能な仮設自転車駐車場は1月31日金曜日で閉鎖となりますので、新しい自転車駐車場をご利用ください。定期駐車の受付は1月15日水曜日から、受付時間は午前6時から午後9時までです。お申し込みは自転車、印鑑、駐車料金などをお持ちの上、自転車駐車場窓口までお越しください。料金など詳しくは生活安全課までお問い合わせください。続いて上高津貝塚ふるさと歴史の広場で開催する子ども郷土研究発表会のお知らせです。小学生や中学生がそれぞれの視点で郷土の歴史などを調査研究し、その結果を発表します。日時は1月25日土曜日午前10時から正午まで。発表会の見学のみの場合、入館料は必要ありません。また研究作品の展示は1月25日土曜日から2月16日日曜日までです。詳しくは上高津貝塚ふるさと歴史の広場までお問い合わせください。最後は在宅療養を考える市民講演会のお知らせです。2月1日土曜日午後2時から3時30分まで土浦協同病院で開催します。講師は心理療法士の栗原さん。アドバンスケアプランニングについて講演します。お申し込み、お問い合わせは高齢福祉課までお願いします。毎週土丸の写真を紹介するコーナー、土フォト。今回紹介した写真はこちらの1枚。それでは応募方法をご紹介しましょう。土丸グッズと一緒にお気に入りの場所で撮影した写真をメールで送ってください。その際、撮影した場所、一言コメント、お名前も忘れずに記載してください。なお、お名前はイニシャルやペンネームでも OK です。ただし内容によっては掲載および放送できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。皆さんのご応募お待ちしています。続いては土丸を探せです。どこにいるかわかりますか？答えはこちら。次はウォッチング土浦です。
今週は蔵祭りで行われた帆引き船の模型工作教室の模様をお送りします。昨年12月14日に開催された蔵祭りで霞ヶ浦帆引き船の模型工作教室が行われました。講師は霞ヶ浦帆引き船帆引き網漁保存会の方たちで、模型工作を通して霞ヶ浦の帆引き船について理解を深めてもらおうと行われています。帆引き船についての説明が終了すると、いよいよ模型工作へと移ります。作るのはおよそ40分の1の大きさの帆引き船。あらかじめ保存会の方たちが型取ったパーツをボンドや釘を使って組み立てていきます。途中、細かな作業のところは講師に手伝ってもらいながら無事に完成。参加した皆さんは出来上がった帆引き船を眺めたり写真を撮るなどしていました。真ん中を探してここ2回回した2回回した斜めにここで上に上げます。霞ヶ浦の帆引き船が国の選択文化財に指定されて、その調査研究が来年の4月から霞ヶ浦市、土浦市、行方市の3市で始まっていきます。でこの選択文化財も実は土浦市の安藤市長さん、当時の後藤副市長さんのお骨折りでここまでやってこれたというふうには思っています。でこれからもやはり土浦市がリーダーシップを発揮されて、霞ヶ浦のこの帆引き船が100年後も走っていけるような、走って見れるような、そういうことを目指して活動は続けていきたいと思います。思ったよりですね、簡単といいますか、仕上がったんで今大変嬉しく思ってます。床の前毎日飾っておきます。今日はね、難しくてほとんど手伝っていただいたんですけど最高です。マイシティ土浦では、暮らしやお出かけに役立つ情報を皆さんにお伝えしていきますので、これからもぜひご覧ください。今週は市民アナウンサー相島がお送りしました。急いで緑色の絨毯